十一月二十八日火曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後八時まで生放送です われわれが出勤してくる時間帯というのはもう本当に牛みつ時というような、ね、<laughs> え感じの時間帯でありまして本当、しーんと街も静まりかっている中で,で、ねえー、今日なんかは東の空がいつもに比べるとおお明るいねという感じで、うんえー、沈みゆくです、ね、あの何ですすねかビーバームーンと、ね、いう,そうです、ねえー、満月が見えたおったというところで、まああのー、静かの中でですつ、ねえー、束の間のお月見を楽しみながら 会社に向かってくると。 いう感じき今日はちょっと風流だねーなんていうふうに、ねえー、思いながらタクシーの運転手さんと喋ってたんですよ、はい、そしたらあの私ね、ね、えー、品川区と大田区の間ぐらいの、うん、海沿いに住んでまして、まあ、そこからですね第一京浜国道をずっと北上していくわけなんですけれどもそうすると八山の、ねえー、坂を越えて下っていくとうん、うん、そこには品川駅があって、ね、まあ普段品川駅のところってね、あのー、信号の巡り合わせって不思議なもんで同じようなところで同じように捕まるんだよね。 あの赤信号にぶち当たるわけですよ<お>毎朝乗ってるとあやっぱりここで止まるんだなみたいなで品川の駅前って必ず止まるんですけどいつもだと、まあ、この辺はですね今ちょうど大工事の真っ最中なんで、うん、ね、えー、いろんなあの作業員の方の、ね、姿はちらほら見るんですが今日に関してはですねタクシー乗り場に妙に人が多くて<ー>不思議ですねこれ何があったんですかねなんつって、えー、タクシーの運転手さんとまた話してたんですけど会社来てみたら「いや井戸君山手線が止まってるよ」と。 ねえー、もうすでに運転は再開しておりますけれども朝方、工事車両の故障の影響ということで内回り電車、外回り電車止まっていたと今、運転は再開して遅れが出ているということでありますがあのご利用の方ご注意いただければと思うんですけどもあこんな朝早くからやっぱ山手線に乗ろうという人が。 何人もいいるんだねととうことを後から思ったわけでありますまあまあそれだけね、えー、この東京という街あるいは日本という国、えー、地球は止まらないんだなとみんな働いてるねと、えー、我々も頑張んなきゃねなんてことを思ったわけなんですが、えー、そのですね、まあ、時間に、ねえー、正確な動きで人々を運んでいるのがまさに鉄道でありましてで昨日鉄道に関するニュースを見ておっと思ったんですよ。 藤井聡太さん<ー>将棋の、はい、藤井聡太さんの話題っちゅうのはいろんなところで出てきてやれ難関だと今八冠ですか、ねえー、全部総なめにしちゃってるよということなんですが、えー、27日、昨日ですね、えー、香川・琴平にあります高松琴平電気鉄道通称、琴電の車掌体験イベントに参加したと。 いうことであありましてあのなんかね、えー、本当はあこの高松で、えー、対局をする予定であったということなんですけれどもまあそれが、えー、できなかったんでであのこのイベントというところでですねであの藤井聡太さんはもともと鉄道ファンでいらっしゃった。ね<ー>ね あのー、愛知というか中京圏にお住まいだと、ね、もともと出身だということですので、まあ、そうするとあの名高いですね名古屋鉄道という、うん、名鉄名鉄名古屋駅で見てると何行きか分かんねえよっていうぐらいいろんな種別がこうやってくるんでおそらくそういうところから鉄道ファンになったんだろうなと思うんですけれどもこ、ね、琴殿にっていうのは、ね、いいチョイスをしたなと<お>、あのー、藤井聡太さんの後ろで電車黄色い電車が映ってるそうですね。ね黄色い電車が映ってる、うん うこう私本当に馴染みがあってですね実はあのこの琴殿には。 京浜急行の O. B. たちがたくさんいるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。<ー>これね、あのレールの幅が京急と、このことで全く一緒。一緒まあ、ちなみに新幹線も全く一緒。千四百三十五ミリというですね、標準機。え、スタンダードゲージというものを使ってまして。<ー>で、あのー、新幹線と京急琴電はですね。あのー、使ってる電気が違うんですけど。京急、うん、と琴電とは電気も全く一緒で。一緒なんですよ、ね。直流千五百ボルトを使っていると。だから、あのー、足回りのモーターとかも。 含めてですね全部そのまんま高松に送れば琴殿で,で活躍ができるなるほど。私もです、ね、あの就職活動の時に高松の放送局を受けたんですけど受けたんですかあそこには立林公園というね立派なあの庭園があってで、あのー、飛行機使って行って飛行機空港のバスそこで降りて観光をして「はいうん、明日のネタだと」とそこから、あのー、市街地に戻るのにですね、えー、立林公園駅っていうのが琴、ね、殿にあって。 そこから乗ったんですけど昔京浜急行で走ってて私が通学の時によく使っていた京急の一線型っていうのがこうやってきてですね「おお君はここにいたか」と「<laughs> ああ俺が横浜まで行く時によく使ってたやつだな」と「元気だったか」とう励まされるような思いでねあ<ー>、えー、いやー琴電っていうのはですねそういう意味で、あのー、関東と四国をつなぐですね <laughs>、まあ、鉄道ファンの心の中だけだけどね <laughs> 非常に重要な鉄道なわけよ。いやー よかったねと、それにこうね、あのー、藤井聡太さんが乗っているという、ね、素敵な笑顔ですね、藤井さん。いや<ー>いいところに目つけたなと、な <laughs> さすがだな。本当、やっぱ一流の人は一流を知ってるなというね、えー、感じった次第でありますがえ、えー、朝から頑張ってる方もいらっしゃいます、今日も、ね、ぼちぼちやっていきましょう。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩事の OK 工事アップ、まあ、オープニング京浜急行の話をしましたけれども草草さん、京急と一緒だと発車時のモーター音は音階みたいなのですかといただきましたあ,確かにあのドレミファインバーターというやつなんですけど。 あのね、えー、っと今、ことでに言ってるやつはあの制御方式を使ってない昔ながらのですね抵抗制御というやつなんで普通にあのうーんって感じでそうなんですね、はい、であのドレミファインバーターとかってあれコンピューター使ってこう、まあ、いわばね制御しているようなもんなので非常に精密機械で、うん、これはねあの補修に時間、あのお金がかかって。 ちゃうんで、まあ、<ー>日本国内だったらまだメンテナンスは多分できると思うので今後はそういう電車も行くかもしれないんですが問題はあの日本の鉄道の OB って結構海外に行くのよ,よ、ね、ところが保守インあのメンテナンスができないんでそういうあの専門的なものはね。 なかなかこうそうすると引き取り手がいないんじゃないかみたいな問題がだから日本ってかなりハイスペックなものを一生懸命作ると、うん、でそれで独自額まで行くんですけれどもあのじゃあ海外はそこまでのハイスペックいらないけど安いのが欲しいっていうところとかっていう、うん、そこがねちょっとバッティングするっていうのがほら日本と世界の今がわかるっていうね鉄道を通してそうですよ <laughs> 趣味の話してるだけだけどね <laughs> はい。さて、えー、今朝のコメンテーターは元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さんですこの後6時半水からご登場です、えー、まずは アメリカの経済指標 PMI=、e、購買担当者景気指数というものが出てきましたので、まあ、それについてアメリカ経済、えー、さらに6時50分過ぎニュース7時またぎは関西の経済界がこれ以上の円安は避けたいと財務省に対して訴えたという話であるとか来年の春闘に向けて金属浪協、えー、ベースアップ1万以上要求へとこういうニュースなどなど国内経済を取り上げます、えー、それから7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー 防衛費について円安でまあ調達価格が仮に上昇したとしても43兆円の枠は維持する意向だとういうことを表明したというニュースそれと日本のベトナム首脳会談、えー、国家主席が日本訪問しております、えー、さらには LINE やふう、ah、で個人情報流出そしてえ中国の経済について人民銀行金融機関に貸し渋りの防止を通じというニューススクープアップで取り上げてまいります。メ、えー、メーーールルこちらですアアドレスはコジットマ マーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。エのハッシュタグはハッシュタグコージー一二四二。ハッシュタグコージー一二四二です。今週はメールをいただいた方の中から抽選で毎日五人の方に。千葉県調整地域の農産物加工品の詰め合わせをプレゼントします。日本放送飯田コージーの OK コージーアップ、この後八時まで生放送です。 この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます神田さんよろしくお願いしますはい外為ドットコム総研の神田ですよろしくお願いいたしますはい現地27日のニューヨーク株式市場ですが、はい、ダウ平均株価は前日に比べて56ドル68セント安い35333ドル47セントで取引を終えましたうん またハイテクメーカー中心のナスダック総合指数は9.83ポイント下がって1万4241.02でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べて約80銭円高ドル安の1ドル =148 円62銭付近で取引されています、うん あの為替の方ですが、はいえー、アメリカの長期金利があ昨日は昨日、ね、大きく低下しましたので、はいえー、日本との金利差が縮小するといった発行で、まあ、これが円高、ドル安の背景ということになりましたあの長期金利といえばヨーロッパでもですね、ドイツなど長期金利が低下していて、はい、まあ市場はこの世界的にインフレが一段とおさらに鈍化すると、こういう見方を強めている模様です。う 今週はあの30日にユーロ圏とアメリカで揃って重要な物価統計が発表される予定ですので、市場の関心はそちらに向かっている模様です今日ね今朝型の市場を見てると、もう、はい、日本円はユーロに対しても、他の通貨に対してもちょっと円高という感じになってますよね。 ええまあこれまでね、えー、かなりのペースでこうやはり海外との金利差が拡大するっていう形で円安が進んできましたんでん、はい、この巻き戻しといいますかこの反動がここにきて若干出ている模様ですねうんなるほどわかりました金田さんどうもありがとうございましたはい、はい、ありがとうございました。 ここが気になるのコーナーナですスタジオ長官各市が入ってまいりましたイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘について、まあ、あ今、戦闘休止ということですが、えー、この延長について3紙1面です、えー、朝日新聞ガザ戦闘休止延長へカタール発表2日間両者合意 えー、産経新聞ガザ戦闘休止2日延長人質解放など交渉カタール発表、えー、そして、毎日新聞はハマス休戦延長提案イスラエルも協議3回目人質解放というふうに出ております、まあ、あの時差の関係で、ねえー、昨日の夜にこうした速報が入ってきたということですがひょっとすると後半の時間の都合で毎日新聞は、えー、ハマスの延長提案というところまでしか載ってないのかもしれないなという感じであります。 がえー、カタールが発表した2日間まずは合意をしたということでありますでそれに関して、えー、関連するところで読売新聞の一面はですねイスラエルガザ横断道路 8km 整備衛星画像分析長期戦想定化という、えー、衛星の画像をこう分析をすると、まあ、ガザ市の南側んガザ全体の、まあ、半分よりやや北側のところに、えー 貫くようにしてえ道路が、えー、整備されているというのは衛星の写真の分析というところで分かったと報じているということで、まあ、ここを挙闘法としてしながらです、ね、交通を遮断できるとで有利な戦闘を続けるのに重点を置いた形だと、えー、鈴木宏行東大中東地域研究センター特任准教授の話を、えー、載せています。まあ、そうするするるとと再開この辺を足掛かりににししながらあー南北両方に対して、えー地上 ううもやってていいいくのかととうようなことも見えてまいりまりす、えー、それから気になるニュースですが日本経済新聞中小の生産性差額で改善自動化ロボを投資促す導入費6割減成長後押しと、えー、中小企業の、ねえー、生産性であるとかあるいは賃上げというところが取り沙汰されるわけですが、まあ、ここで。 やっぱり問題となってくるのは、えー、大企業と比べるとそうは言ったって原資がないというところで三、えー、割ぐらいの中小企業は、えー、労務費に関して、えー、お得意に値上げが言えずにですね自分たちの店に切って、えー、賃上げをしてるんだとこういうような話が出てきてますで、これ実は日本経団連もおそこを意識しながらここのところお議論をしているぞというのはですね、えー、日経の電子版には昨日の朝の時 点で乗っているというところであ。 ここういういところアリバイ作りをしてきているのかなというようなのが、えー、見えてまいります。まあ、なんといってもうーん働く人の大部分はこの中小企業に勤めているんだということで、まあ、大企業は賃上げやっていいけれども中小これからあそこもやっていかなきゃいけないけれどもそこにはあ、ねえー、大企業が賃上げするのに中小企業にコスト削減を要求してということになってくるとそれはイメージ悪いよねとそのところを 大企業の集まりであるところの日本経団連がようやく気にしだしたということでありましょうか。こうが気になるでした この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛夫さんです。おはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いします。さあまずアメリカ経済についてなんですけれども、はい、11月のアメリカの PMI 総合購買担当者景気指数の速報値がまあ製造業に関しては甘ばしくなかったというものが出てきたりとか、うんはい、ちょっと数字変わってきてますか。そうですね。まああの。 製造業については、もともと中国経済の動向とか、ですね、うん、こういったところもあまりよくないって話もあって、先進各国ともにですね、はいえー、傾向としては製造業、あまりよくないんですよね、うんで、アメリカの場合は、まあ、これに加えてその、えーまあ、一部自動車メーカーに対するです、ねそのまあ、ストの影響もあるというところで、あ<ー>まあ自動車の生産というのが、まあ、少しこう低迷しているわけですよね、うん、でこれはあの景気の要因とはちょっと関係のないところなんですけれども。えー まあただ、アメリカ経済としては、基調的に他のその景況の指数を見てもですね、うん、やっぱりまあ10、11、12あたりっていうのは、ちょっと悪化しそうだなと、ややこう軽めではあるんだけれども、リセッションにちょっと入るんじゃないかと、はい、まあそういう見立てがはいあの濃厚になってます。でまあ特にあの え雇用の状況というのがですね、はい、これがまあ失業率についても4%まではいかないんだけれども3%台えー後半から4%近くに。 徐々に切り上がってきていますし、あと、まあえー、アメリカのインフレ率がなかなか下がらない原因の一つに、まあ、サービス価格の高騰というのがあって、ーはい、でサービス価格の高騰の原因というのはこれ、あの人件費が高いということなんですよね、えーで。人件費が高いのはなぜかというと、労働市場が好調だっていうので、で労働市場の好調の一つの原因というのは、これが求職率の高まりという状況だったんですが、まあこれが急速に求職、ね、率、えー、下がってきているので、<ー>ですから失業率の悪化、 給食率の悪化っていうですね、はい、あのこれまでアメリカ経済で両立していた状況というのはようやく復活してきたなと、えーでまあ、ここら辺がその今回の PMI の雇用の、えー、指数の悪化みたいな。 話ににもつなながってんのかなっていのかううふうに見てますね、はい、うんコロナの後、まあと新,新たに食を求めたりとか、うん、あるいはい、ねえー、賃金のいいところに移ろうというのはようやく一巡したというところなんでしそうですね、まあ、だん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 その、まあ、消費はまだ堅調なんですがアメリカの場合は、うん、ただ、えー、設備投資とかです、ね、住宅投資含めて、まあ、ちょっとこう、えー、横ばいからやや低下方向に。 ななりそうかなみたいな動きも出てきてますのでこうしたところと雇用情勢というのが密接に絡んでいるのかなと思いますあそうするとじゃあ次は中央銀行という。はい FRB にとっては、はい、じゃあ、利上げはもうストップで、どこで利下げするかということになってきまか、うん、うですね、まあ、利下げはまだ早いと思うんですね、あの物価がまだまだ2%からちょっと遠いので、はいでまあ、これが2%まで安定的に下がってくるっていう話が、まあ、見通せたときに、景気が非常に悪いって話になれば。 当然、利下げって話にもなると思うんですけれども、はいまあ、まだまだそこまであの,の状況には至ってないなと、まあむしろあの、利下げはないにしても、はいえー、物価の状況を見せて、また再び利上げっていうのも<ー>、えー、少しありうるんじゃないかと、まあ、それぐらいアメリカ経済は強いっていう状況なんですよね。そそういううい中でで今回のニュースももなんですけれども、はい、ちょっとまあ FRB の想定通りですね、やや景気が悪化してきたかなと、そういうふうな状況だと見ていただいたああ、そうすると、うまいこと、軟着陸にコースとしては入ってるってです市場の見方が分かれているので、ですから、井田さんおっしゃるように、こういった状況で利下げかもっていうふうに思う人もいるわけですね、他方で物価を見て、利上げかなと思ってる人もいるので、そのあたりがうまくバランスされてると思いますね。 えまずはアメリカ経済についてでありました日本経済等々について今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします,お,しますお聞きの配信プログラムは 日本放送飯田浩二のの、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。 毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお届けしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしていますまた株と為替の最新情報もお届けしています日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください 番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田康二の OK! 康二アップ。 えー、指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪一さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあこの時間取り上げるニュースこちらです関西経済界が財務省にこれ以上の円安は避けたいと述べる 関西経済連合会など関西の経済団体は昨日大阪市で財務省の政務官らとの意見交換会を開きました大阪商工会議所の鳥居会頭は円安による原材料・エネルギー価格高騰で中小企業の経営環境は楽観を許さない状況だこれ以上の円安はなんとしてでも避けたいと訴えました 一方、財務省の瀬戸政務官は終了後の会見で為替についてコメントは控えたいと述べたということであります足元はちょっと円高に巻き戻っているところもありますけれども、ね、<laughs> まあこうしたあの訴えが届いたんですかね。にてはい <laughs> 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 まあそうですね、円安は避けたいと財務省さんの方にお話をされたということなんですけど、今、足元の,です、ねまああのここ2、3年ぐらいでしょうか、えー、円安の進行している理由っていうのは、うん、これ、アメリカの金融政策の問題なんですよね。はい、ですから、アメリカが利上げをするぞっていうふうな中で、日銀が金利を一定にしているので、うん、まあそのことによって、えー、円安が進行すると、はい、まあこういう流れなので。 あのやっぱり、まあえー、日本側がですねその例えば今円,高が <laughs> あ円安が進んでいるとでこれが問題だからといって是正しようと思っても、はい、そもそも是正するのは難しいっていうそういった状況に、まあ、現状ありますですからあの円安を避けたいというふうに言ったとしても、はい、まあこれ、えー、日本側にお願いしてもですね あまりこう効果はないんじゃないかなというふうに私自身思います。で、それからですね、そもそも、えー、じゃあ今円安がどんどん深刻化しているのかと言われると、はい、そういうわけではなくて、円安が大きく進んでる進んだのは去年なんですよね。で、なおかつ。 えー、輸入価格が上昇しているかと言われると、はい、そういうわけでもないんですよ。ですから円安の要因で輸入価格が上昇しているというのは、ええ、これ去年の、えー、今頃の話で逆に言うと今年の4月以降は、はい、前の年と比べて輸入価格は減少傾向にあるんですね。で日本経済全体でその輸出価格と輸入価格のバランスでその、まあ、どれぐらい状況が改善しているか改善していないか。 っていうのを示す仕様で公益条件というのは去年は悪化していて<ー>これはさっき申し上げたように輸入価格の上昇で悪化してたんですが今年は改善してるんですねあ<ー>なので、はい、あの企業全体から見ますと輸入価格が上昇してコストが上がって大変だっていうのは、はい、これは残念ながら、えー、今年に関しては当てはまらないと。 まあそういういいこととなんだと思いますうん、まあ、結局、比べるベースが前の年だから去年、ボーンと上がって、はい、でそことは実はあまり変わってないかむしろちょっと下がったぐらい,とい改善していると、はい、そうですねだからあの、まあ、この,、ね、あの言われている方っていうのはだからそういう意味ではまあ確かに大変ではあるんだけれども大変なる深刻さの度合いみたいなものっていうのは 今年にかけてはずいぶん縮小しているっていうところですね、そこを抑える必要があります。うんまああのー、ね え月末に入ってきますのでいろんな経済指標出てきていて、はい、まあその中で消費者物価指数とかも日本のも出てきましたけれども3%までいかないぐらい、はい、ちょっとまたあの4か月ぶりに上昇みたいなことも言われましたけれどもこのところは3%前後で横ばいいなすすでねあの、まあ、これ自体ちょっと上がったのはです、ね、ガソリンの補助金が、はいえー、今年の9月から半減したのでた、はい、まあその影響でちょこっと上がっていたとで基調としては全然変わってないんですよね。ただまあ えー、物価高を気にするというよりかは、はい、むしろ先行きについては値段が上がってきている中で消費者の購買意欲というのが減退していてで、えー、そこら辺の,そのバランスもあってですね今後、徐々に徐々に物価が下がっていくんじゃないかと、はい、こっちを気にした方がいいと思うんですよ。なのでなんか物価高、物価高というんだけれども、はい、リスク要因という意味においては物価が下がっていく懸念。えー、で 今足元の消費者物価指数を見てもそうなんですが、はい、その海外の要因えエネルギーとか食料品の価格が上がったことで、えー、国内の関連材の価格が上がって物価が上がっているっていう,うそういった原因なので例えば国内のサービスとかです、ねはい、輸入とかそういったものに関係なく、えー、国内の需給のバランスで決まってくる価格というのはむしろ上がってないんですよ。なのでで原材料価価格上がが上ってきてきていう中で消費者物価指数も その動きはとどまると落ち着いてくるんじゃないかなとなるほどそういうふうに思いますまたいで続いていきます、はい、日本放送飯田康二の OK 康二アップ改めましておはようございます日本放送飯田康二ですおはようございます日本放送信業一華です今朝のコメンテーターは元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さんです引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします えー、片岡さん今日ニット着てらっしゃいますが日中はエラー暑くなるというかね。はい、まあ二十<ー>度超えるぐらいそ。そうですね。東京都心は二十二度の予想ですね。昨日もね寒かったんですけどなんか昼頃暖かくなったりとか。そうなんですよ。なんか寒暖差がやたらと激しいですよね。一昨日は十度いかないとかね。えー、そうですよね。本当、うん、この乱高下に体がついていかないというところでありますが、うん、さあ日本の物価は。 これまた上がったり下がったりなのかというところ、はいはい、前半戦では物価高、物価高いろいろこう言われるけれども、うん、その需要と供給のマッチングの部分というのはひょっとすると下り坂に入っているかもしれないということですね。で あの今年の日本経済の特に物価について言うと、はい、その非常に方向感が、えー、ない展開というかいそのプラスの要因とマイナスの要因というのがこれが両方とも作用する中でじわじわと物価が上がってきているとプラスというのは、はい、やっぱり海外からの要因とかそういういことかあの物価高という話で言うと、まあ、基本的にエネルギー価格それから原材料価格まあ海外のインフレ要因というのが、はい これがまあ円安前まって国内に輸入されるとうそういった形で物価が上がるっていうそういう要素っていうのがまず一つあるんですね。で、ここの中でそのまあ物価が上がったことに対してですね、はい、え今年の春闘そうだったようにまあ企業としてもえ業績が非常にいいのでだから、押しなべて賃上げという形で対応したんですよね、はい。で、この賃上げという流れがあったのでまあ所得がある程度下支えされると。 えー、そういった状況で価格上昇に耐えられるとだから企業としては値段を下げなくてもいいとうそういう展開になって、はい、でなんとなくこう価格上昇が持続するっていう格好になってるわけです。たただあの足元ですね、はい、その消費ととか設備投資といったような 国内の需要に関する指標を見ていきますと、まあ、GDP の統計でも明らかなように前期比でマイナスになっていたりとかですね、はいえー、あまりこう強い状況ではないとだからだんだん価格上昇に対して家計や企業の方が、まあ、この価格上昇に耐えられないなというふうに思っている部分もあるとでこうした状況で、まあ、このままの動きが続いてしまうと物価がどんどん 海外要因の停滞もあって下がっていくんじゃないかっていうふうに現状は見られるっていうことなんですよね。<ー>ですからこの価格上昇が持続する中で所得も拡大していくという話になるには、はい、まあ来年以降のですね一つは春闘とか賃金上昇とか、はい、こういう動きが出てくるのかっていうところが一つのポイントになってくるわけですねさあその辺で用意しているニュース、はい、こちらです。 労協が来年の賃金のベースアップ1万円以上を要求へ。 自動車や電気など主要製造業の労働組合が加盟する金属労協全日本金属産業労働組合協議会は来年春の労使交渉で賃金を一律に引き上げるベースアップの要求を月額1万円以上とすることで最終調整に入りました。これは3%以上の引き上げに相当します。ベースアップ要求11年連続1万円以上の要求は過去最大だった1998年の7 0円を超えると。 いうことです。<laughs> ええー、まあここ大きなローソだけにここがっていうのはインパクトありますか。はいうんはい、そうですねまあ金属労協があのリード役にならないとですね全体のベアが上がってこないので、はい、まあここは一ついいニュースかなと思います。うん、ただまあ1万円以上という金額は一つのメルクマールというかですね、はい、あの象徴ではあるんですけれどもうん、うん、あのベースアップということで言うと率が問題なんですよね。率、はいえー、ですから去年まあ引き上げているので、うんはい、その分まあ今年も たくさん金額上げないとですね,ですね率は維持できないと、はいでまあ、3%台、まあ、去年は3.6%ちょっと切るぐらいの、えー、ベアだったのあのわけですけど、低唱含めてですね、はい、あのただ、あのー、今年について言うと7000をもっと超えるような感じにならないと3%以上は維持できないわけですよね、うんまあ私個人としてはあの4%いきたいなっていう。いいきたい、はい と思います、ええまあ賃上げ全体で定期昇も含めればと。ええ、含めれば。でそうするとまあ全体感として言うと、まあ、ベアっていう話で言えば、はい、2%, 2台後半とかうそういったところがあの射程圏内に入ってくるのでまあ 4%、うんえー、停止を含めて上がるっていうのは大事だと、まあ、ここのところの物価上昇率の総合の数字で見れば3%台と、確かにこれ3、3%にとどまったら言、うん、ってこいでほとんど変わらないってことになるです、ねうんで、うんまあ、そうですね、であのベアが2%台とすると実質賃金に負けちゃうわけですよ。はい、で、あのまあ、来年以降、ですね原材料価格の、えー、停滞もあって、あはい、まあ物価自体が3%台から2%台に下がってくる可能性があると思うんですね。うでそうする とまあベアが仮にですけれども2%台半ばになると実質賃金としてはまあゼロないしはややプラスとそういう展開になってくるのでまあここら辺が一つのターゲットにはなるででしょうねでそのためにはまあ低所含めて4%超えーの賃上げがえ来年度は大事だと。 いう風にうあえて高めの玉を食べたいなといま。<laughs> まずは。<laughs> はい、確かに今年高めのま,まあまあ、はい、ある意味の打上げ水準に行って、はい、でも結局その部分の危機っていうのが今になってまあ半年ぐらい経って、うん、ある意味息切れしてるような状況ですよね。そうなで,、はい、そ,うなで,でそうなってくるとこれもう一段の加速が今この時期に必要だし、うん、来年春はもう一回加速しないと,どんどんなと。そうですそうです。ど、うんどん自利品になっていくと。だから補正予算も含めて加速、はい。 過処分所得を上げるとで民間もそれに応えるとで、そこの中で物価が海外要因でやや軟調化するので、そのことで実施。審議の停滞ではなくて、言い分ぐらいになるとう、はい、そうなってくると。とまあ、経済としては？ 底上げされれてていいいくよねっていうそういうそ流れを作らないといけないいいとけんでですよねですからその意味では今回の金属料金の話っていうのは、はい、必要条件なんだけれどもあ<ー>、まあ、とりあえずまあ最低ラインはクリアできそうかなっていうのでう一安心というそういうニュースなんだと思いますね。だから一安心に過ぎなくてこっからここ頑張りでどこまで積み上げられるかみたいなところにかかってるそうですね。はいう いやそこをね全体としてのマインドも変えなきゃいけないし。うんうん、そうですね。うん、まあただ足元でやっぱり企業向けのサービス開指数とかもこれも2%超えていて、<ー>でそれは非常にいいニュースなんですよね。はい。だからやっぱりこういった話っていうのを追い風にしないといけないと。うん。そこは大事だと思います、うん。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。 今朝のコメンテーターは元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理大臣が防衛費について円安で調達価格上昇でも43兆円を維持する意向を表明岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で 本年度から5年間で防衛費を総額およそ43兆円増やす方針をめぐって円安に伴う装備品の調達価格の上昇にかかわらず総額は維持する意向を表明しました43兆円という金額はこれは政府として必要な防衛力を用意するために閣議決定した数字でありますのでこの範囲内で 防衛力を強化していくこの方針は変わりはありません。為替の動向もしっかり見ながら一層の効率化、合理化、まあこういったものを徹底しながら財源の確保と合わせて、えー、しっかりと具体化してまいりたいと考えています。防衛費四十三兆円というこの金額は一ろ一ドル百八円を前提に計算されていてさらに上振れする可能性があるということです。 えーまあ昨日の、ね、参議院予算委員会での答弁もお聞きいただきましたけれども、はいまあ、あ円安でもこの枠は、うん、え維持するんだという話でありますす、うん、そうですね、はいまあ、私は当然ではないかと思うんですが、えー、<laughs> あのなんてんですか。はい。あのこれ、円安で、はいまあ、装備費が上がるので、 だからまあ結構コストも加算でっていう話を念頭に置いておられると思うんですよね。ただあの逆に言うと円安で、はい、国民の所得が増え名目の所得も増えるので税収も伸びているわけですよね。ですから両立てで実は、はい、費用も増えるんだけれども税収の部分も増えていますとういうことなので。 なんかことさらに費用の部分だけを取り上げてですねここが上がってるから苦しい苦しいっていうのは、はい、私はちょっとミスリードなんじゃないかなと思うんですよね。もちろんその増収した分を何でもかんでも使っていいとそういうことではないと思うんですけれども、はい、他方でやっぱり税収が増えている部分っていうのもあるのは事実なのでうんまあそこを取り上げないとなんかこう やっぱり困ってるんだなと、なので、なんとか切り詰めないといけないみたいな、そういう発想になりやすいので、そこは注意すするべきだと思いまあ今回のこのね、詐欺予算委員会も、補正予算案の審議というものが中心でしたけれども、衆議院の議論の中では、ガソリンのトリガー条項についても、これ、国民党の玉木さんがずっと言ってきたことですが、検討するんだということもありましたね。そううですねといか ななんでで検討しかかったのかってことすまあそもそもこ,うこれだけエネルギー価格の高騰がえ長引くとは思ってなかったっていうかえ長引くと思いたくなかったというのが正確なんだと思うんですけれどもう、はい、まあそういう状況で ある意味、元売りの業者の方々に対して補助金を出すので値段を上げないようにしてくださいと、うん、まあそういう当座しのぎというと言い方はあるかもし悪いかもしれませんが、うん、まあ現実的にはそういう対策を取ったわけですよね。はい、で、これでその、まあ、原油価格が上がってくる状況が、えーまあ、終わったらですね、うん、一刻も早くもう元の状態に戻せると、はい、そういう前提であの対策を打ったわけですけれども、うん、ただ残念なことに、まあ、そういう状況 状況にはならず、えー、かなり原油価格が上がり続ける状態が続きなおかつグローバルなインフレ率も、えー、急速に物価が下がるということではなくてですねずっと価格上昇が続いているとこうした中で、えー、何度も何度もですね元売りに対する補助金対策もこれも延長せざるを得ないって話になって、はい、まあそういえばそもそもトリガー条項をこれを見直していれば、うん そうすればこんなことをしなかったんでもよかったんじゃないかと、はい、まあこういう話になってきてるっていうのが現状の話なんだと思うんですよね。ですから、まあ、私自身もその効率化お金の効率化みたいな話を考えたら、はい、やっぱり最初からトリガー条項を発した方がよかったんですよ。だけどそれをやらなかったっていうのが、はい、ここ今になってツケが効いてきてるなっていう感じがしまますすねねあそうですよ、ねはい、トリガー条項で1.5兆円も必要ではないかっていうふうに鈴木財務大臣は言いますが。はいはい 補助金6兆以上出してるるのはどう説明すすすんでかあま会計ね、ね検査員さんからのほうかも、ねえー、あの調査費用の不正利用とかね、はい、ああいった部分のグレーゾーンがありますとだから無駄遣いを指摘されているわけですよね、あの日頃、財政赤字については非常に熱心な財務省さんなんですけど、はい、こういった無駄遣いについては無頓着なんですよね、はい、えだから、そういったところをもっとしっかりお金の管理を逆にすべきなんじゃないかなっていう気は個人的にはしていますね。 あとこのねガソリンの補助金をやめるってことになるとガソリンだけじゃなくて灯油とかにも効いてきてるからそこがなくなっちゃうじゃないかみたいな話をする人もいますがそうですねそこら辺の波及効果みたいな部分っていうのもこれありますねガソリン代、電気代含めてですすね影響出てくると思いまもし、激変の緩和ということであればそこだけ残すとかいろんなことはできるわけでしそうでですすそれはは重要な点ね。現状の コストよりも安いコストで済むってことなんですよでなおかつ、国民への恩恵は大なんですねでさらに言うと、はい、まあどうせ減税するんだったら、消費税を減税した方がいいというふうに私は思います、うそうすると家計のメリットがダイレクトに、それも物価にもいくので、いちいちですね、例えば所得税減税しますと、そのためにいろいろ調査費を使って給付とか、 恩恵の完全に行き渡らない家計の方に対しては、いろいろ調べたりとか、また別途手当をするとか、所得制限をするとか、そういう手続きは一切いませんので、やっぱり、あれですよね、軽減税率8%、これを無税にするとか、そういったようなことをやった方が、私はいいんじゃないかなと思うんですよね確かに、所得税の減税と、そして給付に関してというのは、 これはもう、あの自治体の事務が追いつかないんじゃないかっていうのを。うんね、まあ、あの千葉の熊谷知事なとかね、エックスにもうポストしていらっしゃいますよね。朝日新聞もちょっと書いてましたかね。うん、ですから。 あのもともと確かに所得制限をしてでそれで恩恵に行き渡るような人に対してダイレクトに行き渡るようにしたいっていうのはうこれは、えー、確かにそうなんですけれどもただそれをやるためには所得の調査をしたいとか補足したいとかき、えー、め細やかにいろいろなことをやらないといけないので,、はい、でこの人手不足の時代にそれを人力でいちいちやる、うん、間違いないようにやるっていうのは。 ほぼ不可能なんですよだからそうすると結果的にお金を使う時に負担感が軽減されていればいいっていうことを考えれば、はい、これは直接消費税に手をつけて価格の是正、えー、を図るとうそういうことをした方が、えー、私はいいんじゃないかなと思うんですけどね。う さあそしてもう一つ用意していたニュースは日本とベトナムの首脳会談が開催されたというニュースであります、はいはい、昨日なんですがベトナムのボー・バン・トゥオン国家主席まあ日本訪問しておりましてえ岸田総理大臣との間で首脳会談を行ったと、はい、で日本が同志国をの軍を支援する枠組み OSA= 政府安全保障能力強化支援に関してベトナムへの適用に向けた議論の開始で合意をしたということ、うん、包括的戦略パートナーシップに関係も格上げするんだということは。 ベトナム経済に関して言うとやっぱり、はい、あのか人件費の安さとかないしは、まあ、価格の,その有利さみたいなところを生かして、えー、経済成長するっていう段階から、はい、徐々にその例えば、えー、生産性を高めてとかです、ね、ないしは人の能力を高めてで経済成長していくっていうようなそういった状況にだんだんフェーズが移ってきてるように気がするんですよね。だから、まあ、そうしした状況のに対して 日本としてベトナムにどこまで協力できるか。 そういうういいい目線っていうのは1つあると思います、はい、で日本側としては当然短期的には人手不足もあって、えー、まあ人的な労力とかですねそういったところをベトナムの方が来てもらうっていうことはニーズとしてあるわけですけれども、はい、お互いが発展していくっていう観点に立つといつまでたってもですね単純労働をベトナムの方にやってもらうみたいなそういう話では協力は成り立たないのでやっぱりここら辺はお互いがそのうまくウィンウィンでいくような体制を構築していく必要があると。 でそこら辺もあって、ある意味、格上げをしているみたいな、そういう側面はあると思いますけどね、はい、でやっぱりね、あのー、今まで中国で生産していたところを、うん、じゃあ他でっていうと、はい、まあ第一候補として近くだし、ボトナムってっててのはきますもんね、はい、そうですねそ、はい、そこありますすうると、経済安全保障の面でもと。経済安全保障の面でも、やっぱり対中国を前提とした場合に、違う代替地を作っておく必要があるんじゃないかと。 そういうメリットあると思いますね。うん。まあ、あの、ベトナムも含めて、アセアンとの、ね、関係も、今年五十周年だというところですけれども。そうですね。どうなんですか。アセアン全体、これから発展と、まあ、なんか発展の前に、高齢化が進むじゃないかみたいな。悲観的な指摘も出てます。ええ、そうですね。まあ、とはいえ、あの、日本が、まあ、ある意味、こう、高齢化のフロントランナーではあるんですよね。だから、まあ、この高齢化のフロントランナーでる日本が。 そ,のそういった、まあ、高齢化の問題を乗り越えていくって話になれば ASEAN アア地域にもそういったいい影響っていうのは波及していくと思うんですよでこの手の話というのは、まあ、対中国っていうことを考えると周辺国が協力していく必要があるのでうん、うん、やっぱり ASEAN、まあ、アアそれから豪州含めた APEC、はいえー、ワイドな枠組みっていうものをやっぱりこのタイミングでもう一回見直していくとうん、うん、より強固なものにしていくっていうことは大事なんだと思います。うん えー、今朝のコメンテーターはあー元日銀審議員 PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡合志さんです引き続きよろしくお願いします続いてニュースプラスワンこちらのニュースです LINE <noise> ヤフーで個人情報流出44万件か LINE ヤフーは昨日サーバーが第三者から攻撃され LINE アプリの利用者情報などおよそ44万件が流出した可能性があると発表しました えー、韓国の IT 企業、ネイバーを通じてサイバー攻撃を受けたんだ、うん、ということだそうです。そうですねこの問題、2つ論点があると思うんですけど、1>, はい、あの1つは、まあうん、この韓国の、ねはい、会社さんに対して、まあ、情報提供していましたと、でそこから間接的に漏れたって話で、うんまあ、これあの、以前もです、ね、似たような話で、LINE、はい、では指摘されてたと思うんですけれども、えーまあ、こういった問題がやっぱりこう続いてしまっているということが、うん 一つの論点ですよね、まあ、特にその他のこう企業さんで、はい、なおかつその、えー、日本ではない海外の会社、えーえー、こういったところにその、まあ、一部のシステムを委託している場合に、まあ、そこを経由してそのサイバーテロみたいな話が起こると、うん、まあこの影響というのをなかなか除去するのは難しいというのが。 これは2つ目はやっぱり LINE のサービスって、はい、まあ政治家の方も含めて、ね、あのいっぱいまあいろんな方が使っているわけですね。ね普通に、ね、で、まあ、あの X とかもそうですけれども中はい、SNS 自体がインフラ化していてで例えばまあそこに紐付けられるような形で金融サービスとかいろんな決済みたいなものがうんその個人情報も含めて全部紐付いちゃっていると。 だからあの情報が1個漏れてしまうと芋づる的に全部こう特定の個人が何やってたかとか、はい、まあこういう話につながるっていうのはこれは2つ目の論点として我々として考える必要がある話だと思うんですよね。 これね、あのー、以前に、まあ、情報の漏洩指摘されたときに、はいうん、あの時は朝日新聞がスクープを飛ばしてで、ね、宮村健二さんが出身でやってその時に、うん、あのあれサーバー日本に移すとかデータ移すとかそんな話を対策としてやってたんじゃないの、うん、っていうね、うんうん、そうですね。 なんかそういう話だったはずなんですよね。で,よねで、あの時は中国の、はいえー、まあ方が入れるみたいな形で、えー、で、それであの中国政府の関与とかね、そういった話がこう非常に指摘をされていたわけですけれども、はい、やっぱりまあ、えー、こうした個人情報の管理をどうやって厳格化してえ対応していくのかっていうのはやっぱりよく,よく考える必要があると思うんですよね。もちろんまあ特定のその、えー、ところに情報を一挙集中してしまうと、そこをアタックされると。はい まあ全部漏れてしまうっていう懸念があるのでまあ分散化するっていうのは、えー。えー 一つの合理性はあると思うんですけど、はい、ただ分散化するところが問題ですよねそこからあの間接的にこういろんな情報が漏れてしまうことがやっぱり今回のような話につながっているわけですよね。今、それこそ、ね、居酒屋さんとか行ってもモバイルオーダーですからって言ってだこれフォ,ローフォローしなきゃ追加でお、うん、ビールのおかもできないのかみたいなね。 なんか、ね、何でもかんでもアプリでやってっていうね、はい、うん昔だとなんかポイントカードを、ねはい、とにかく加入さするみたいなことはえー、今日の「ニュ news+1」LINE やふー個人情報流出44万件かというニュースであります、はい、まあこれあそこだけでもなくいろんなところで、はい、えこういうことが、ねえー、問題にまあなってくると。うん というところですけれども、はい、ね便利になると裏腹でというのは、うん、ただこれ、もう避けがたいところでもあるというところでもあるで、ね、そうですね、まあ、その分、あれでしょうね、うん、やっぱりこうしっかりコストをかけるっていうことなんでしょうね。はいえー、ですから、さっきお話したように、そのインフラ化しているっていうことは、はい、このインフラの維持をするためのコストっていうのを、これをどうやって、その、 サービスを受けている側が負担すべきかって話とセットになっていると思うんですよ。だからあのこれ一企業にまあ今余っかかってる状態なわけですよね。はい、だから本当にそれでいいのかっていうことは我々としては考える必要があると思いますね。まあただってことになるとそれにはまあ別の対価が支払われてるとか、はい、そういうことにもつながっているわけですね、ええええ。そうですね。はい。LINE アフプ個人情報流出四十四万件か今日のプラスワンでした。 お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新尿一華がお送りしています今朝のコメンテーターは元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡合一さんです引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします続いてこの時間はここだけニューススクープアップ <laughs> 中国人民銀行が金融機関に貸し渋り防止を通知 中国の中央銀行にあたる中国人民銀行は昨日金融機関に対し民間企業の資金需要に応じずに融資を停止したり抑制したりする貸し渋りをしないよう求める通知を出しました中国では不動産大手が相次いで経営不振に陥っていて資金繰りの悪化を防止するのが狙いです 貸し,しぶり、はい、あるいは貸し剥がしなんていう言葉もかつてこの国には、うんうん、そうです、ね、<ー>バブルはね日本のその1990年代のバブル崩壊から、はい、まあ銀行の金融危機デフレという流れに至る道筋を中国の、ね、今の経済で見てるような雰囲気にねすごい。 あの落ちるわけですよね以前もこちらの番組で少し申し上げたかもしれないんですけど、はい、その中国足元ではですねその家計の方がお金を借りようっていう動きが これが非常に是正されあの進まなくなってきてるんですよね。だからまあリスクを取ってお金を借りて住宅ローンとかもそうですけれども、はい、で何か消費をしたいとか物を買ったりとか、うん、投資をしたいとかそういう動きはあの抑制されていて、うであのお金をお金のまま貯金貯金という形で,ですね貯蓄するっていう動きが、えー、どちらかというと進んでしまっていると。でこうした話に、えー、まあ気をいつにしてですね。はい、まあ企業の資金需要も え弱いという状況が起こっていて、はい、でそれに対してさらに、岩をかけるように中国の金融機関が貸しぶりをするとでこれ、ある意味まあえ例えば不動産部門とか不動産会社さんですねお金を貸した分がまあ不動産バブルが崩壊したことによって焦げ付いているのでまあそうすると銀行としてはえまあ危ないところには貸せないよねというところで貸しぶりをしていると。 でこれに対して当局が、はい、いやあんまりやりすぎるとよくないっていうので是正しろっていうことを言ってるわけですよね。えーまあ、率直に言うとあんまり意味がある対策とは思えないんですけれども<ー>、はいまあ、やっぱりこの日本の経験からすると、はい、あのこれはですね一、えーえー、つは、まあ、金融政策という意味では大胆な金融緩和を。 行う必要があるとそれからまあ財政出動に関して言っても、ですねやっぱりまあ住宅バブルの崩壊を食い止めるようにするための政策っていうのを、これをいろんな形で打っていく必要があると思うんですよね。 今の中国、まあ、両方とも不十分なので、はい、まあこういう流れが起こってきてるっていうことなんでしょうねうん、まあ、これね、ね貸し渋りだとかで資金需要もなくなってきて、はいまあね、日本の例でいけば今度は企業はむしろ内部留保は分厚くして投資をせずにとどんどんこう金融というか資金が、うん、経済が回っていかなくなってくると。はいはい いうデフレにと、でもこれ、うん、この経済規模でデフレに陥るということになると、はい、その歪みだとか影響というのは大,、ね、大きいですであの、ある意味デフレを海外に輸出していくっていう流れっていうのも一つ想定されるわけですよね、はい、それから、例えば中国企業が国内の需要が減少するみたいな話になってくると、はい、そうするとその、まあ、一部自動車メーカーさんとかで起こってますけれどもえ<い>例えばヨーロッパに対してですね あの自分の製品を売り出すみたいなことでうでそうすると欧州の企業と競合するわけですよね、はい、まあ電気自動車とかそういったところが。だから逆にそのこれまでだと中国が一大消費地だっていうのでその周りの国々が中国に対して輸出をするみたいな流れになっててそれをこう引,きず引き寄せると消費という形ですね、そういう流れがあったわけですけど逆に今度は中国企業が。 海外にどんどん,どんどん展開していって、はい、海外の需要を食っていくみたいな、えー、それも安い値段でと、えー、そういう流れになると本当にデフレを輸出すするることになるわけですよねちょっと前にあの、はい、鉄を作りすぎたって言って、はい、でそれを海外に輸出するとうん、うん、でダンピングが起こって。はいあの 海外いろんな先進国で、はい、あのテコメーカーが大変なことになるみたいなのが大批判されましたが、あれが各分野で起こってくる可能性がある、ええ。まあそれは一つあります。はい。<ー>ですからやっぱりまあそういうふうにならないようにするためには、はい、この住宅バブルの影響っていうのをできる限り早いタイミングで止めないといけないですよね。うんうん、だから価格が大きく減少しているものっていうのはもうそ早急に損切りして、うんはい、で影響が拡大するのを防ぐ中で。 金融緩和をしながら全体の底上げをしていくっていうことが大事だと思うんですけどねここに地方政府がその土地の所有権を売ってファイナンスするというところをやってきちゃったがために、はい、もうおそこも損切りしなきゃならないとなるとこれ金融機関だけの話じゃなくなってきますね、うん、そうですねああのまあ、地方政府のおっしゃるように地方政府の財政の問題にも絡んでいるので、はいだから まあこの辺りがこ,うこの中国の住宅バブルの問題の難しさなんですよね、はい、経済的には損切りしたいけど政治的に無理だってなってくる場合に、うんうんうん、そうですねただ日本の経験からするとこれは損切りをしないとくとこですね、はい、だからやるべきだと思います私は。はい まあ日本も結局その損切りをするのは確かに遅れた部分と、はい、公的資金の注入も遅れた分だけ損失は大きくなったわけですね、はい。そうですね。でそれと一緒でそれと同時に金融緩和を遅れたんですよね。はい、本来は大規模にもう金利をゼロまで引き下げて、はい、で両替緩を早くやるべきだったんだけど、うん、それをやらなかったんですよね。でちょっと景気が良くなったらすぐこうブ、はい、れまあ 緩和をストップして、ブレーキかけちゃって、えー、で、消費税増税したいとかですね。はい、そういうことをやっていたので、停滞が長引いたわけです。だから、あの、金融機関の問題の是正も遅れたんだけど、実体経済の回復するための政策も遅れてしまったので、ダブルパンチで。停滞が固定化しちゃったんですよね。この固定化っていうのが。 あの問題ですね、うん、で中国の場合は日本以上に少子高齢化が進んでいるので,、はい、でそこの中で社会保障等々の制度、うんえー、そういった部分も、まあ、日本と比べれば十分ででないんですよね、うん、でそうなってくるとデフレが進むとか経済停滞が進むってなると、はい、中国の財政にもさらに悪影響が。 えー、重なるので、うんまあ、日本以上にひどいことになる可能性というのはこれははもちろんゼロではないいと思いますよ、はいまあ、デフレになっていくと、はい、今、お金を持っている人は、はい、まあそれがそのままあればあるだけいい、うん、というところですお金が持ってれば持っているほど価値があるということなので投資<ー>すればするほどみたいな話とは逆になるので。 はい、これは階層の固定化であったりとか若い人たちにとっては本当に不利な環境がで足元ね、ねよく言われるようにその若年層の失業率が20%を超えて、えー、であの職を諦めた方を含めて考えると40%超の失業率だと。 言われてるじゃないですかで今の状況っていうのはある意味若年層の犠牲の上に、えー、それ以上の年代30代とか40代の方の以上の方の雇用が守られていると、はい、こういうことなんですよね。でこれっていうのは今は大した問題じゃないかもしれないけれども、はい、この20代の方が30代40代になりみたいなことになっていくとうそうすると、まあえー、生産性とか、えー、そういったその成長力みたいな部分の問題にも、はい えー、この若年層の失業率の高まりっていうのが影響するのでゆくゆくの,その中国の経済の成長率の高まりみたいな話にも影響する問題なんですよね。なので需要の停滞は一時的なんだ,だとしても、はい、これが長期化すると供給力の停滞にもつながるのでだから今の日本のようにいろいろいい追い風が起こってきて、はい、何か生産を拡大しようと思ってもすぐに対応できなくなっちゃうんですよね。 そこがやっぱりあのこの長期停滞の、ね、非常に大きな問題なんだと思いますね、はい、まさに我々氷河期世代っていうのが今<や>この生産性の部分だったりとかで日本では問題になってるこれだけ長引くんだぞとスクープアップのゾーンでありましたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリー」ポッドキャスト YouTube で配信してまいります番組ホームページご覧ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが有感ーン富士でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩之の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。